プロファイバスのコネクタプロファイバスはファクトリーオートメーションにおけるフィールドバス通信の標準の一つでドイツ連邦教育研究所が1 9 8九年に助成を開始した産業用イーサネットの規格であるプロフィネットとは異なるプロファイバスの歴史はドイツで1八十七年に二十一の企業や研究所が集まってフィールドバスの開発計画を策定し 政府が助成したことに始まる。目標はフィールドバスインターフェースの基本的な要求に基づいたビットシリアルフィールドバスを実装しその仕様を広めることであった。この目的のため各参加企業はファクトリーオートメーションとプロセスオートメーションに共通する技術的コンセプトのサポートに合意した。まず複雑な通信プロトコルプロファイバス FMS が策定された。 そして1993年、より単純でより高速なプロファイバス DP が FMS の後継として完成した。プロファイバスには2つのバリエーションがある。よく使われているのは DP で PA の利用は少ない。プロファイバスは組み立てラインのオートメーションにもプロセスオートメーションにも使われている。世界中で2000万台以上のプロファイバス機器が使われている。 様々なサービスレベルに対応した DP プロトコルが定義されている。セキュリティ層、f d l はトークンパッシングとマスタースレーブを組み合わせたような方式で働く。プロファイバス d p ではメッセージにはいくつかの型があり、開始デルミタで識別される。データなし、SD1 イコール 0X10 可変調データ、SD2 イコール 0X68 固定調データ、 SD3 イコール0ソニトークン、SD4 イコール 0XDC 工程応答、SC イコール 0G5SD、開始デリミタイル E、PD の長さら、PD の反復 FC、機能コード DA、送信先アドレス SAA、発信元アドレス ZIP、送信先 SAP ス a ップ、発信元 SAP 中、SAP55 はオプションであり、 アドレスを書き換えられない装置ではサポートしていない。PD、プロトコルデータユニット FCS、フレームチェックシークエンス ED、終了デルミタ FCS は、単純に指定された、長さにある各バイトを加算して計算される。オーバーフローは無視される。各バイトにはタマパリティが付けられ、スタートビットとストップビット付きで非同期に転送される。メッセージ転送中は、ある、 バイトのストップビットと次のバイトのスタートビットの間は開けないことが多い。また、メッセージの前に33ビット分のシンポーズを置く。ビット転送層には3種類の方式が指定されている。A やマイナス485に準じた電気通信波動インピーダンス150オームのツイストペアケーブルを使ったバス型のネットワーク。ビットレートは9.6キロビット S から12メガビット S。 ケーブル長は100メートルから1200メートルで、それ以上はリピーターを必要とする。この方式は、プロファイバス DP で主に使われている。光ファイバーによる光通信スター型、バス型、リング型のネットワークがある。リピーター間の距離は最大15キロメートル。リング型では多重化も可能。MVP データと電力を同じケーブルで供給する方式。 暴爆エリアでの電力使用を低減できる。バス型で最大1900メートルの長さであり、視線を出すことができる。ビットレートは31.25キロビット S 固定、エスコプロファイバス PA を使ったプロセスオートメーション向けに開発された。無線を使ったデータ転送を行う実装もなされているが、それらは標準に準拠したものではない。 プロファイバスは1991年と1993年に D19245 万となり、1996年には AN5170、1999年には IEC61158、IEC61784 となった。プロファイバスナッツアーガナゼーション EV は1989年に設立された。 ドイツの製造業者とユーザーで構成される団体である。1992年、ドイツ以外で最初の団体が創設された。翌年以降、続々と各国に、プロファイバスとプロフィネットに関する団体が創設されていった。現在では25カ国に、そのような業界団体がある。1995年、それら団体の上位団体として、プロファイバス プロフィネットインターナショナルが創設された。英語版原文は、プロダクションプロセスオートメーションとあり、個々の機器内の自動化と、機器間の通信により工場などのプロセス全体の自動化の両方という意図と思われる。英語版原文は、ギーリード2サポート、英コモンテクニカルコンセプトフォー」。ありがとうございます。